ハカマカズラは、鶴になる豆かジャケツイバラ赤の常緑性木元で、大変大きくなる。熱帯系の植物として、日本本土では希少である。名前の由来はハカマくずで、その葉が幅広い単葉で、先端が大きくくぼんでいることから、その形をハカマに見立てたものである。別名を、ワンジュという。日本本土では、その分布がごく限られ、天然記念物に指定されている場所もある。 沖縄ではごく普通に見られる。和歌山県田辺市の上島は、この種の存在をもって、港区間楠が強く保存を主張したことでよく知られる。袴かずらの名は、常実のようにその葉の独特な形に基づく。これに対して、別名のワンジュの由来はなかなかわからない。多くの図鑑、例えば牧野の図鑑はよく名前の由来にうるさく触れるが、 この植物については、袴カズラの由来のみで、別名は記されていない。しかし、ワンジュの名は、古くから使われた地方名であったらしい。ワンジュは、ワンタマと書き、例えば、貴族風土器には、ワンタマ一名、袴カズラと記されていた。古くは、ダマと書き、これは、むクロジュのことで、同じように黒くて硬い種子をつけることから、 混同したののに基づくのであろうと、水方くまぐすは言っている。この名は、紀州産物港など、江戸期の本創学の記録にも何度か見える。小野蘭山が京都山城にこれを栽培した事例なども伝えられる。大きいものは森林の林間部にまで登り、幹は木質化して太くなり、時に直径10センチメートルにもなる。 太くなった幹の樹皮は多数の縦溝がある。緑の部分も全体に硬い植物である。若い枝や葉には褐色の根丈を密生するが次第に剥がれて無毛になる。枝の先端側の節から巻きひげが出る。葉の形は独特で、器部は心型。先端に向かってやや狭まるが先端は大きくくぼみ、その両側が三角形に尖る。むしろ全体に ハート型の葉の先端をひし型に切り抜いたような形である。若い枝の葉は大きく鋭く裂け、置いた枝のものでは裂け目が浅い傾向がある。葉質は薄いが硬い。表面は滑らかだが、艶はあまりない。傭兵は葉と同じくらいか、やや長い。その基部には長さ3ト、mm、ルの卓葉がつくがすぐに脱落する。花は夏に咲く。茎の先端から、 ほぼ立ち上がる、相乗過剰を出し、多数の花をつける。花は薄い黄色であまり目立たない。個々の花には長い柄があり、その基部には、トがあるが、すぐに脱落する。花は、豆の花の形でなく、五弁がほぼ同じ形をしている。花弁は丸く、はっきりした柄の部分があって、長さ9から11ミリメートル、平らに広がる。おしべは3本、花弁より長い程度。 メシベは、花弁よりやや短く、赤葛色の短い毛を密生する。果実は、いわゆる豆の鞘の姿で、長さ5から8.5センチメートル、楕円型で扁平、せいぜい3個程度の種子を含み、種子の間はややくびれる。成熟すると硬くなり、往々に黒っぽくなり、割れて、種子を放出する。種子は、直径13ミリメートルほど。 円形で左右から扁平になっており、黒か色か紫色を帯びて艶があり大変硬い。海岸近くに生える。本州では海岸線の森林内に出現する。沖縄では海岸近辺の森林にも出るがむしろ岩場に出てくるのを見ることが多い。本州では紀伊半島南部の海岸線に点在するのみ。北限分布地は由良町の黒島であり、他に 田辺市の上島、須佐美町の絵、須崎など、和歌山県の数カ所が知られる。南方系の植物では、紀伊半島を北限とするものは少なくないが、その場合、和歌山県だけでなく、大抵は三重県側にも見られるのに対して、この種は和歌山県でしか記録がない。四国では、高知県と愛媛県に、九州では南部地域に点在する。ここまでは、 気象手扱いである。南西諸島には広く分布し、まず普通に見られるものである。その硬い種子を数字に使う例がある。特に、和歌山県では、熊野詣での際のお守りとして陳調された歴史があり、上島では、地元民がこれを採取して、京都の仏具屋に送っていた。装備が不十分なものの迷け、特にマムシ、マシヘ蛇、所属虫を退りけるとされた。 特に田辺市上島のそれは、両面が滑らかで、年中によく、それに対して、他地域のものは、凹凸があって、下凡とされたという。熊楠はこれについて、上島の場合、神が惜しむといって果実が成熟し、殻から外れて地面に落ちて、落ち葉に渦漏れてから収集するので滑らかになったものと、述べて、近年は、急いで、 集めるのでこの島のものも凹凸が出るようになったと記している。和歌山県立上島高等学校は、上島に近いことからこの植物の葉を図案化したものを交渉としている。ただし、葉脈の特徴が間違っているとの指摘がある。他に、千字汁を飲んで信仰ありとしたとされ、クマグスは海外の同族植物が薬用とされた例を挙げて、 多少の薬効はあったのであろうというように書いているが、現在では薬用としては使用されていない。日本本土では珍しい南方系の植物として学術的に価値を認める。和歌山県の絵、須崎や上島は亜熱帯植物群落の生育地として天然記念物に指定されるが、いずれもこの種が生えているのが一つの理由となっている。特に上島のそれは、 北限の分布地で極めて重要として、港区間ぐすが、その保護を訴えたことでも知られる。ただし上舌のように本当の北限はここではなく、由良町の黒島である。ここは、北限分布地として、天然記念物に指定されている。それを含め、和歌山県や四国九州の自生地のある、各県では、それぞれに、レベルは異なるもののレッドデータブックで取り上げられている。 おおむね北東ほどそのレベルが高い。ただし、日本全国のレッドデータブックには取り上げられていない。和歌山県の S 先には巨大な株が神社境内にあったのだが、これは森林の荒廃によって枯死した。上島でも神社合詞の際に大いに数を減じたクマグスが嘆いているが、これらの地域でも幸いにして、この種そのものはまだ多数の株が現存し、よく発育している。 ハカマカズラ族には、熱帯域を中心にして250種ほどがある。鶴でなく直立する樹木になるものも数多く、中には、大花素心花など微霊の花をつけて鑑賞用に栽培されるものもある。しかし、日本に自生する種はこれのみである。ハカマカズラの葉は、豆花としては得意である上、先が切れ込むのは、葉一般から見ても特殊であるが、 この属と金煙属に共通する特徴である。蒸気の妖帝木の名はこの葉の形を羊の蹄に見立てたものである。なお、この種のように釣る植物になるものを別属のラチオビマとする説がある。この属に含まれる植物は、インド、ヒマラヤから東南アジア、東アジアに11種あり、いずれも袴カズラによく似たものである。クロンキスト体系では、ジャケツイバラかとする。 マキノ、P296 南方、上島の調査報告、南方熊楠全集10、P100 南方、奇襲田辺湾の生物、南方熊楠全集6、ピアニッシモ、277から278、南方、奇襲田辺湾の生物、南方熊楠全集6、P279 南方、奇襲田辺湾の生物、南方熊楠全集6、P280、 ありがとうございます。